ファイトアゲンストディープフェイクです。それでは、よろしくお願いいたします。皆様、大きな拍手でお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。インタートラストの長尾です。本日は、え、how to fight against deep fake ということで、お話をさせていただきます。 まずそもそもディープフェイクというものは何かと言いますとこれはディープラーニングつまり深層学習とフェイクを組み合わせた最近作られた造語ですこれは何をするかと言いますと複数の画像と映像を組み合わせることによって事実と異なる映像を作る技術ですところで画像編集,の編集の歴史というのは非常に長くて写真で言うと 1820年中盤にカメラ機というものが現れてその20年後の1840年には世界初の捏造写真が登場していますこれが今ご覧いただいているのが世界最初の捏造写真と言われていますこれはイボリットバイアールという人によって作られた捏造写真ですこれ何をしているかというとイボリットバイアールさん本人の顔を死体の写真にくっつけて ご本人の自殺写真を作っているというものです同時に動画編集の歴史というのも非常に長くてまあ古くはフィルムをハサミで切ってテープで貼るなどの編集が行われていましたそれが1971年の CMX 社から販売される CMX600 ここの写真に写っている大きな機械ですねこれによってノンリニアの電子的な編集の時代が始まります つまりテープというものを介さず電子的に映像というのを編集する時代がここから始まりますその後 CGVFX などの新たな映像編集に発展していきます映画では1982年に公開された「トロン」という映画が初めて全面的に CG を採用しています コンピュータュータによる映像編集はワークステーションここにあるような SGI 社の、まあ、インディーのようなマシンですねが必要であり個人的には非常に高価でこれはプロフェッショナルの作業でした。ここにあるようなワークステーションはだいたい数百万から数千万するような非常に高価な機械でした。 このような動画,の歴史動画編集の歴史というのが2005年の YouTube が始まることによって一気に変わります。それと同時に個人向けの動画編集ツールのマーケットもここで大きくなるようになります。 ところでディープフェイクと従来の編集の違いは何かと言いますと先ほど説明させていただきましたように従来の映像の編集というのは専用の機器ですとかソフトウェアを使い多くの専門家プロフェッショナルが手作業を加えて非常に時間とお金がかかるような作業でした。 一方ディープフェイクというのは AI が必要になるような映像の素材が手に入れば民生用の PC でも比較的容易にしかも短時間で偽映像が作れるようになった点が異なります最初のディープフェイクの映像というのは2017年にレディット上に投稿された偽ポルノ動画これはポルノ動画の顔の部分を有名な女優さんの顔にすげ替えたものだと言われております これ以降このレディットではこのような偽動画というのが氾濫をします。ここで一つディープフェイクの画像というのを映像というのをご覧いただきます先ほど2017年にディープフェイクというのが始まったとでここでご覧いただく映像というのは2018年の1月に公開された画像です ここまでなんですけどもこれはスーパーマンという映画の一場面です皆様お気づきになったかどうかわかんないんですけどもここの女優さんの顔が俳優のニコラスケイジという人に追加えられていますこのように2017年に始まったディープフェイクというのは急速な進化を解けます それは偽,で偽動画を生成する側と検知する側での間のアームレース、つまり軍備拡張競争、ラットレースでもいいんですけど、によって、この技術が急速に進化するからです。例えば、検知する側、例えば先ほどのニコラス・ケイチさんの動画でいうと、合成画像とオリジナルの画像の継ぎ目というのが不自然、これがディープフェイクを見破る一つの手がかりだよ。 のが方法として確立すると次の瞬間にはすする側がここのの問題というのを修正してきますで次にディープフェイクではまばたきの頻度というのがおかしいよとまばたきしないよとこれがディープフェイクを検知するような一つの手段だよというのを発見すると次の瞬間には生成する側がまばたきの頻度が自然なディープフェイクというのを作れるようにします。 次にディープフェイクでは唇の動きと音声というのが少し合ってないよとこれがディープフェイクを検知する方法だよっていうのを発見すると次の瞬間には生成する側が唇ののの動ききが滑らかのよううなディープフェイクというのを作ってきます最後にこれは少し複雑なんですけどもディープフェイクというのは大抵の場合例えば胴体と顔が違う人の場合があります。 その場合には胴体の心拍数に伴う顔の皮膚の温度変化というのがディープフェイクではおかしいよとこれがディープフェイクを見破る手段だよというのを検知する側が発見すると生成する側というのはこれを直ちに修正してきますこのようにしてディープフェイクというのは急激に進化をしていますここでもう一つ動画をディープフェイクの動画をご覧いただきます これは先ほどのが18年の1月だったんですけども、これは18年の4月か5月ごろに作られた動画です。 How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. May sound basic, but how we move forward in the age of information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. <laughs> あのこれがもしディープフェイクと言われなかったらあの皆さんこれが本当の映像だと思われるかもしれませんもしかしたらば、まあ、おま間さんはこのような聞かない言葉を使わないかもしれないんですけどもこのようにディープフェイクというのは去年のの時点でかなりとこのディープフェイクの急速な増殖というのは個人でディープフェイクを作れるツールが増加していることというのがそれに寄与しています。 例えばここに挙げたようなフェイクアップ次がディープフェイクウェブベータこれはクラウドのサービスですねでそのクラウドのディープフェイクのサービスというのを1時間あたり2ドルぐらいで使うことができますだいたいディープフェイクを使うのに30時間ぐらいかかると言われているので、まあ、そこそこのクオリティそこそこの長さのディープフェイクというのがだいたい日本円でいうと7000円ぐらいで作れてしまいます次がディープフェイクミー まあここまであの挙げたんですけどもほかにもいろんなツールというのが出回ってで個人というのがディープフェイクの画像を作れるような土壌が整っていますこのようにツー,ルがツールも多く利用できてディープフェイクの画像というのが世の中に広まっているとそれによる被害や影響というのが出てきますここで挙げているのは一例ですけども国内と国外の政治的な扇動 先週でいうとアメリカの政治家のナンシー・ペローシーさんの偽造された動画これはまあディープフェイクというかもどちらかとシャローフェイクのような画像なんですけども彼女が喋っている画像というのが編集をされて彼女があたかも酔っ払っているように話しているような動画が公開されていますこれはツイッターとかフェイスブックで幅広く拡散をしています で面白いのは各種メディアというのはこの動画というのをすでにインターネットから取り下げたんですけどもなぜかフェイスブックさんだけはまだこの動画というのを載せ続けていますまたこのディープフェイクというのはもちろん企業への攻撃にも使うことができますまた個人への攻撃例えばインターネットにあるポルノ動画の顔の部分を自分の知り合いの顔に変えてそれをインターネットで拡散をするような被害 が実際に出ていて大きな社会問題になっています。また証拠としての映像性の信憑性というのもこのディープフェイクの、えー、ディープフェイクで低下します。例えばセキュリティのカメラですとかドライブレコーダーですとかそこで撮った動画というのが本当本当に証拠として使えるのかこれはディープフェイクではないかどうかというのが今後の議論になってきます。 ディープフェイクに必要な情報つまりディープフェイクを使うのに AI が必要となるような映像というのは実は皆さんが例えばインスタグラムや各種の SNS をを使っててーーネッットにアップロードを続けていますこれはディープフェイクを作る側から言うとみんなが喜んで素材情報を提供しているような状況になります。 また映像というのは例えば YouTube というような映像サービス一つだけをとっても1分間に400時間にに時のの動画が世の中にアップロードされていますこの中でインターネットに存在する動画の中で一体どの程度の数の映像というのがすでにディープフェイかどうかっていうのは今誰も分かっていませんこのように無数の映像があるインターネットの中で誰か 例えば一つのサービスが全てのディープフェイクをの映像をインターネットから削除してくれるそういうことというのは現実的ではないというふうに思いますではどのようにこれによ対処できるのか先ほどのオバマさんのディープフェイクでも言っていたように自分が見ている映像を信用できるかどうか自分で判断するというような対抗措置が今後必要になってくると思います そのような一つのアプローチとして考えるのがトラステッド・チェーン・オブ・カストディーえつまり映像の生成・加工を含む流通過程の信頼性をもとにして今視聴している映像の信頼性を判断するこのようなアプローチが有効だと思いますつまり今視聴している動画はこの配信サイト内で誰がいつどんな加工を行ったのかそれが信用できるのか もしそれが信用できる場合に、一つ遡って、今視聴している動画は配信サイトに上げる前に、誰がいつどんな編集を行ったのか、果たしてそれが信用できるのか、もしこれが信用できるときに、そもそも今視聴している動画は、そもそも誰がいつどんな撮影を行ったのか、これが信用できるのか。 つまり、信頼できるチェーンの確率を先ほど説明したのを図に表しますと、一番最初ですね、配信サイト内で誰がいつどんな編集を行ったのか、それが信頼できる。それがもし信頼できる場合に、次のステップですね、誰がいつどんな編集を行ったのか、それが信頼できるか、もしそれが信頼できるときに遡って、そもそもこれは誰がいつどんな撮影を行ったのか、それは信頼できるか。 もしそれが信頼できる時のみ信頼できるチェーンの確立に成功つまり自分が視聴している画像のこの生成の時点から加工の時点その後配信まですべて信頼できる故に今自分が見ている視聴している動画というのは信頼できる可能性が高いというふうに言えることができます次に同様のケースなんですけども配信内で誰がいつどんな加工を行っているのか信頼できるイエスと。 次にその前に誰がいつどんな編集を行ったのか信頼できるイエス次に誰がいつどんな撮影を行ったのか信頼できるこの時点で撮影者や撮影の時期が不明な映像の場合はここが NO になりますこの時にはつまり信頼できるチェーンの確率に失敗しているつまり編集ですとか配信の部分は信用できてもそもそも映像のソースがえーまあ怪しいということになります この時には自分が視聴している映像というのは信頼できない可能性が高いというふうに言えますこのようにトラステッド・チェーン・をカストディというものを実現するときにどのようなことが必要になるか1つ目は映像の生成加工者が信頼できるる。かかどうかを確認す2つ目はその上で映像についての誰がいつる どんなという情報を改ざんできないように安全に記録をする3つ目に記録された膨大な情報を大勢の視聴者が容易つまり高速軽量に確認することが必要になりますこれをもう少し技術的にブレイクダウンすると1つ目の映像の生成加工者が信用できるかどうかを確認するというのはつまりその映像の加工者生成者を認証承認する機能が必要になります え2つ目のその上で映像についての誰がいつどんなという情報を改ざんできないように安全に記録するということはつまりイミュータブルレッチャー機能ですねつまり改ざんできないようなデータベースの機能が必要になります3つ目の記録された膨大な情報を大勢の視聴者が よい、高速、軽量に確認するためには、検索結果というのを常に検索するのではなく、ある程度キャッシュをして、利用可能にするような機能が必要になります。ここで、先ほどの2つ目のイミュータブルレッチャーというところを、まあ、ブロックチェーンという機能で実現するときの例を説明させていきます。ここでで映像を生成の時点ですね 生成する時点で誰がいつどんな撮影を行ったかという情報をこのブロックチェーンに記録するためには誰がいつどんな情報というのをアサーションつまり表明という形でブロックチェーンの記録をリクエストしますただリクエストするんじゃなくてそのリクエストしている人が果たして信用できるのかというのを確認して信用できるときのみこのアサーションの情報というのをここのブロックチェーンに記録します なので信頼できる情報だけここのブロックチェーンに記録されることになります次にこの画像が編集されるとき誰がいつどんな編集を行ったかという情報を同様にアサーション表面情報としてブロックチェーンに記録しますこの際にもただ単にブロックチェーンに記録するんじゃなくてこの編集を行った人が果たして信頼できるのかどうかというのを認証して承認されたときだけこの情報を記録します このようにブロックチェーンの中には信頼できるソースからの情報がどん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 蓄積されることになります。その後でこの画像をこの映像を視聴するときにどういうことが起きるかというと視聴する人が配信サイト内で誰がいつどんな加工をしたかこの情報が本当に信頼できるかどうかというのをアサーションとしてブロックチェーンにその有無を確認します。 この有無を確認する時にただ視聴者がブロックチェーンを全部確認するじゃなくてこの信頼できるサマリー機能というのが視聴者に代わってこのアサーションの有無というのを確認して視聴,者には絶視聴者には結果的にそれがあるかないかイエスかノーかという情報を返します。 次にこの遡ってそれがもしイエスの時にこの映像が果たして誰がいつどんな編集を行ったのかそれが本当かどうかというアサーション情報の有無をブロックチェーンに確認しますこの際も同様に信頼できるサマリーという機能がブロックチェーンの中を確認して視聴者にはイエスかノーそのアサーションの内容が信頼できるブロックチェーンの中にあるかないかの情報だけを返します 最後にそれがもし OK な時には誰がいつどんな撮影を行ったかそういう情報の有無の確認を信頼できるブロックチェーンの中に確認しますこの時にも同様に信頼できるサマリー機能がその有無というのを視聴者に代わって確認をしてイエスかノーを返しますこれを先ほどの図に当てはめると配信サイトでまず一番右上ですね誰がいつどんな加工を行ったのか信頼できるかどうか これを実際には信頼できるブロックチェーンのアサーションの有無ということで機能的に実現しています。これがもしイエスの時には映像の次の前の段階に一つ遡って誰がいつどんな編集を行ったのかこれが信頼,か信頼できるかどうかこれを信頼できるブロックチェーンの中のこのアサーション情報の有無によって確認します。 でこれがもしイエスの場合には最終的に誰がいつどんな撮影を行ったのかこれが信頼ができるかどうかこれを信頼できるブロックチェーンの中のアサーションの有無ということで実現しますこれが確認できた時先ほどの信頼できるチェーンの確率に成功したつまり自分が視聴している動画はこの動画の生成加工配信からすべて信頼できるよねと。 つまり今見ている動画は信頼できるということを実現することができます。次にここで簡単な例をお見せします。ここでは配信サイト内で2つの動画のデモをご覧いただきます。ここで1つ目の動画というのは、配信サイト内で動画を視聴しているとき、その動画の細かいセグメントというんですけども、セグメントの単位で、 配信,内で配信サイト内でどのような編集がされたかというアサーションをブロックチェーンに記録をしてそれをこのブラウザで視聴する時に確認しています。で1つ目の例ではそのアサーションというのが全て確認できているつまり自分が見ている映像の編集内容は信頼できるブロックチェーンで確認できたケース。 2つ目のケースというのは視聴している動画の一部のセグメントについて信頼できるブロックチェーンに編集のアサーションというのを有無か確認できないつまり編集内容というのが記録がないつまり映像というのがディープフェイクや何やら編集されている声に編集されている可能性があるケースです。 まず一つ目のケースですねこのケースの時にはこの右上少し細かいんですけどもすべてのセグメントについてアサーショントゥルーとあるのでこのセグメントについて信頼できるブロックチェーンで映像の申請というのを確認できる状態ですこの2番目のケースというのは各セグメントについてアサーションの内容がフォルスとなっています つまり、この編集の内容というのが信頼できるブロックチェーンにない状況を示しています。ここでは、この画像の左上にちっちゃいマークがあるんですけども、まあ、こういうような編集がされている。実際にディープフェイクを行うようには、このような目に見えるようなマークじゃなくて、もっとわ、まあえー、かりにくいような編集がされていることになります。 このようにトラステッド・チェーン・をカストディという考え方を使って全てのディープフェイクの解決をするのではなくて視聴している動画の信頼性を確認することによってディープフェイクというものに対して対処することができます。皆さんごごご清聴あありりががととううざざいいままししたた